はい、どうもこんにちは、ポペパンです。はい、今日はですね、ちょタイトルでは足利義明 vs 愛称補正アップ部署となっているんですが、はい、まあ、実際はですね、こちら、愛称補正についてのもう初期的な解説から、その後愛称補正アップが入るとどうなるのかっていうことまで含めた総合的な解説になってますので、まあ、ぜひちょっと長くてですね、ちょっと座学的な感じでちょっと退屈しちゃうかもしれないんですが、よければご視聴いただければなと思います。結構ためになることが言ってますので、よろしくお願いします。では見ていきます。はい、まず初歩の初歩ですね、愛称補正についてから見ていきます。はい、まあ、陛下にはですね、愛称がありますということで、愛称補正は3種類です。有利か不利か微不利、この3種類です。はい、これらの補正はですね、防御側にかかります。攻撃側はですね、相性による火力の変化っていうのはありません。防御側に基本的に火力の変化が起こるっていうような仕様に戦国戦はなっております。はい、で槍、弓、馬は三すくみの関係となっておりまして、それぞれ有利と不利を持っております。はい、で槍、弓、馬はですね、それぞれ有利陛下に対して火力が2倍になり、不利陛下に対して火力が 0.5 倍になります。つまりですね、武士で赤備えに攻撃しますとですね、赤備えは武士に対して不利ですので 0.5 倍の火力になるわけですね。はい、逆にですね、赤備えに不利な、弓騎馬がですね、弓騎馬が攻めてきて赤備えで守った場合っていうのは、赤備えの火力が2倍になる、このような状態になっておりますね。はい、で器に関する戦闘のみですね、微不利という補正が発生いたします。で例えばですね、この騎陛下がですね、槍、弓、馬に対してですね、攻撃した時っていうのは、防御側の火力が 0.8 倍になります。はい、まあ、だから最下衆で武士とかを攻撃すると武士の火力が 0.8 倍になるということですね。で今度は逆にですね、この騎に対して弓陛下で攻撃した場合、これも、木の火力が 0.8 倍になります。で木に対して木で攻撃した場合っていうのは、木が有利となり、防御側が火力が2倍になるということになっております。これが基本的な陛下の愛称補正となっております。で、愛称補正でですね、必ず有利に立てる防御方法というのがあります。それがバランス防御ですね。はい、あらゆる陛下で攻められた場合ですね、バランス防御をしていれば、火力が上昇します。なぜかというとですね、有利不利微不利の、3個の相性補正が生じるわけですが、有利の火力上昇の方が微不利不利に対してですね、火力低下がに比べて火力上昇の方が大きいんですね。つまり赤備えとかで攻められて弓騎馬で守った時、弓騎馬っていうのは 0.5 になって弱くなっちゃうんですが、それ以上にですね、武士で守った時も強くなる方が大きいんですね。画像を見てもらうと分かるんですが、武士は強さが2になりました。弓騎馬は半分の強さ 0.5 になりました。でも合わせると 2.5 ですよね。もしこれが1と1だったら2ですよね。つまり、通常の相性補正なしで守るときよりも 0.5 増えてるというような計算になりますよね。まあ、実際はもうちょっと三すくみだったりとか複雑に絡んでくるんですが、とりあえずバランス防御しておけば、どの陛下に対しても必ず火力が上昇する、これは間違いないことです。まあ、こちらもですね、画面に映ってますのはちょっと分かりやすく説明している状態です。つまり相性補正がかかると通常火力よりもちょっと強い火力になるよってことになります。もちろんですね、まあ、博打的な考えなんですけど、相手が例えば槍でしか絶対攻めてこない、もうこれが確定している状態だったら、弓で守れば倍以上の火力になるのでそっちの方がいいんですけど、相手が何で攻めてくるかわからないっていう状態が基本的な状態だと思いますので、そういう場合はバランス防御してたら、どの陛下で攻めてきても火力が絶対上がるよってことでおすすめです。
はい、でですね、まあ、バランス防御したら必ず火力が上がるよということが分かったと思うんですけど、でさらにですね、その相性補正値アップという武将がいるんですね。はい、つまり相性補正がかかると火力が上がるんですけど、そのかかる相性補正をさらにアップしてあげるよっていう武将がこの世には存在します。それがまあこの映ってる3名なんですが、この3名を掛け合わせることによって相性補正がさらに上がっていって、補正なしだと強さ1とかだったのが、例えばなんですけど強さ 1.7 倍くらいになるっていうようなことになります。はい、でですね、この 1.7 倍っていうのは適当な数値じゃなくて実際の数値で、まあ最大なんですけど、バランス防御した時の最大の火力なんですけど、まあ、1.7 倍くらいは見込めるんじゃないかなということになってます。で相手の相性次第では 1.2 倍というですね形になるんですが、まあ、3人揃えば結構ですね火力上昇します。通常であればバランス防御 10% 程度の上昇なんですが、3人入れることによって 20% から 70% は上昇が見込めるということになっております。まあ、振れ幅結構大きいんですけどね。はい、まあ、一応下に注意事項で書いてあるんですが、バランス防御っていうのは闇、弓、馬、木でそれぞれ1対1対1、1対1で比率で守った時の話となってます。はい、でバランス防御されたらじゃあ火力が絶対上がるんだ、しかもさっきの相性補正アップ武将も入れられたらもう火力が 1.5 倍くらいに上がっちゃうと、相手のその火力が 1.5 倍に上がっちゃうと、その対策ないんですかって話なんですけど、あります。それが足利義明なんですね。はい、相性補正を 0.8 倍にする武将のなってます。例えば光月院は 1.5 倍、上杉秋貞は 1.2 倍、北の湾所は 1.3 倍というようになってますが、足利はそれにですね 0.8 倍の補正を追加するというような武将になってます。ということでですね、ちょっとなんか難しくごちゃごちゃ書いてあるんですけど、まあ、計算式は簡単です。まあ、北の湾所 1.3 倍、光月院 1.5 倍、上杉 1.2 倍ということでですね、それぞれかけていくと 2.34 倍とかになるんですが、それに単純に足利義明1名につき 0.8 倍がかかるよってことになってます。はい、だから3人いた場合は 2.34 倍補正アップがかかるんですけど、それに対して足利義明1名で、まあ、1.8 倍まで下げれるよ。2名で 1.49 倍まで下げれるよというようになってます。で、大体4名足利義明がいるとですね、その補正値アップの分を全部消せるってことになりますね。だから1にできるってことですね、補正値上昇を。はい、だからもともと北の満所、光月院、上杉秋沢が上げてた相性補正分の上げてた分っていうのは打ち消せるよってなってますね、この4名でですね。はい、はい、でそもそも補正値上昇とはということなんですけど、はい、いわゆる北の満所さんだったりとか光月院さんのですね、補正値上昇に対してそれは何なのかっていう話なんですけれども、通常の場合ですね、ここに書いてある通り有利な時は2倍になりますと、不利な時は 0.5 倍になりますと、相性補正が乗ってない時はそのままですよというような、それは通常の場合なんですが、はい、この2倍になるよとか 0.8 倍になるよとか 0.5 倍になるよっていうのに対してさらに掛け算をしてあげる、これが光月院だったり足利義明だったりの、相性補正上昇になってます。まあ足利の場合は減少と言うべきですかね。で先ほどの計算方法で北の満所だったりとか光月院だったりとか足利義明の数に応じて、計算した補正上昇アップにをまず計算した後にですね、はい、2倍の有利な時はですね、それに対して、XY かけると、つまりさっき計算した数をかければいいと。で不利な場合はですね、それを XY で割るということになります。だから 0.5、不利な場合は 0.5 倍になるんですが、それかける、X 分の1というような形になってますね。で1倍の状態の場合は相性補正なしということですね。でですね、まあ、足利義明の計算は 0.8 倍相性補正をしていくんですが、まあ、最終的にですね、一番小さい時が 0.5 になります。かかる数っていうのがですね、というのもですね、はい、 0.5 倍よりもさらに小さい数になっていくとですね、この有利不利が逆転しちゃうんですね。 0.5 倍でですね、減少するよ不利だからって時に 0.5 をかけると1ですよね。で、
有利だから2倍になるよっていう2倍に 0.5 かけると1ですよね。でこれよりも小さい数字かけちゃうと、有利だったはずが今度は不利になったりとか、不利だったはずが今度有利になったりとか言って、ゲームとしてちょっとおかしくなると思うんですよね。だからここは 0.5 よりも小さい数にはならないってことだよ。で、その 0.5 の状態、足利義昭が、いっぱいいて 0.5 の状態にした場合っていうのは、相手の火力は等倍になるっていうことですね。有利も不利もない状態ということになります。はい。等倍火力っていうのは、バランス防御してた時っていうのは、先ほども言いましたが、10% くらい火力が上がりますので、10% くらい火力が下がったよっていう状態になりますね。相手がバランス防御してたらですね。はい。で、足利義昭をだいたい7名くらい入れれば、等倍火力になります。はい。で、ちょっと駆け足でなんとか説明してきたんですが、わかったでしょうかね。はい。通常時ですね、バランス防御をすると、全変化に対しての総火力がだいたい 10% くらい上昇するよと。はい。そんで、相性補正アップ武将を入れるとですね、最大 70% まで、さらに 10% を 70% まで引き上げることが可能だよということになります。ところがですね、それに対抗する手段もあります。相性補正を下げる武将、足利義昭を入れると、その数に応じて相性補正を最大 70% だったのを最大 0% まで下げることができます。つまりですね、攻撃員などいなくてもですね、10% くらいはバランス防御すると火力上がるんですよ。だけど、足利義昭がいると、その攻撃員とかの分だけじゃなくて、その、いなかった時の 10% 上昇まで下げることができるんですね。はい。だから、足利義昭は、攻撃員とか、北の真所さんを相手が持っていなかったとしても、最大で 10% 火力を下げれますので、それはそれで、1、2枚はですね、使った方がいい武将なのかなという気が今回いたしました。ではご視聴ありがとうございました。